ということで始まりましたゴールデンエイジ2010。今回は私ゴールデンエイジのバンドが他の世代との交流ということでこの2人に来てもらいました。どうもどうもです。ガンバ大阪の安田道郎です。イエイ。こんにちは、浦和レッズの柏木陽介です。どうも。まあ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 、まあ、俺は、まあ、ゴールデンエイジで、まあ、出てきたわけや、うん、ゴールデンエイジ代表として、はい、でお前らは一体何エイジやねん。調子乗ったでしょ今、うん、調子乗ったな。調子乗り世代ですよ、うんうん、じゃあまあ調子乗り世代とゴールデンエイジね、うん、ということで、まあ、今回も喋り倒してで、まあ、やっていこうということで、はい、今回はこんなトークテーマを用意しました。すごいこれ。溢れてますねこれね。溢れてるよ。溢れてるねこれ。うん。まあスタッフからの質問、他にもファンレターや、まあ俺らの、うん、まあブログに寄せられた質問、うん、まあメッセージ、まあそういうメッセージに答えたいと思います。はい。じゃあ陽介からどれか選んでください。こんだけいっぱいあったら20-30分かかるんじゃないですかね選ぶのに。うん。かけていこう。うーん。じゃあ上手い選手、はい、なんか対戦して、ね、あの人めっちゃ上手かったなとかそうやって思ったような選手がおったらそれを聞きたいなと。うん、なるほど、はい、対戦して上手いと思った選手、はい、まあまあ、じゃあ道からじゃあ俺からすか、うん、上手いと思った選手、うん、これはまあ J リーグとは違うんですけど、うん、あのオリンピックの時に、うん、日本で、うん、まあ、オリンピックの北京に行く前に、うん、アルゼンチンのオリンピックでやっと試合して、その時に、うん、あのアトレティコの、うん、アグエロマークついて、うん、その時のもう体の強さ半端なかったですね。壁でしたねもう本当に、うん、アグエロね、アグエロやばかった。ほんでちょっと強くいったら、うん、こうその強さを利用されて反転されるし、うん、まあこけ方とかもうまいし、うん、っていうアグエロがすごかったんやけど、うん、さらにすごい人いました。おリケルメね。リケルメいやほんまや、うん、その試合マジで結構国立、うん、雨降ってて、うん、もうピッチとかほんまぬかるみまくって、うん、もう俺らも日本の選手たちはやばいって俺取り返しじゃない絶対滑るみたいな感じで言ってたのに、うん、試合前のピッチの試合入る前に並んだ時に、うん、リケルメは固定でスパイク、うん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 、しかも紐も結んでないんですよ、うん、緩めた感じで、うん、でそれでこいついつ紐結ぶねん思ってたら、うん、ちょっと試合前にもうピキュッてほんまもうむっちゃ軽く結んで、うん、それで雨の中で滑らず、うん、もう鬼のグリップでククイって、うんうん、あれ見た時には、うん、こいつすげえな、うん、まあ、だからまあこの場もあんまりキュッと結ばずに軽くいった方が滑らへんぞっていうことやな。ずっと考えてたでしょ今。完全に喋ってる時に。いやそんなバンさんは誰かいないですか。うまいと思った選手とかフォワードやからやっぱ。こいつちょっと手強いなと思った選手。まあね。やっぱりね。やっぱり。まあ同じ黄金世代になってまうけど。小野伸二やね。小野伸二。もう小野伸二のね、最初19歳の時初めて。リフティング見た時は、うん、もう度肝抜かれたね。びっくりしました。こんなリフティングがあるんかみたいな。だってあれやもんね。それ踊りじゃないですか。踊りかこれ。いやなんていうの、まあ、それぐらい柔らかいっていう表現ですか。そう、もうね、あのボールに触れてんのか触れてないのかぐらいにもうボールがそれ触れてない。それ触れてない。ボールがもうこんな感じになるのよ。やっぱ違いました。いや全然違う。そのシンジがやっぱ今年またこうやって帰ってくるっていうのは楽しみですね。すごい楽しみ、うん、レッツでやってたけど、うん、海外行ってそうまたそこで絶対レベルアップして帰ってきたはずやし、そう、うん、やってみたいし、そうそう、俺らってあの時とかほんま、うん、すげえ見ててテレビで、うん、高校生の時からさ、うん、スーパー高校生天才っつってさ、うん、それぐらい出てさ、どんなすごいねんって思ってさ、うん、なんかこんな感じで、ね、ちなみに俺でもそのレッツと対戦した時に小野さんがいる時に、うんうん、なんかベンチから見てて小野さんが、うんうん、あの細田はじめくんって言うじゃないですか、うんうんうん、に列柏木ってさプレーしてみたいって言ったらしいですよ。
小野伸二が、はあ、だから今現小野伸二さんがつけてた8番俺がつけちゃうみたいな、ね、そういうのがあるんや ね、そういうそれちょっと深いみたいな、はい、深いね、そういう話が深い、ね、そういうのたまに入れていかないと、はい、そらすよそらすよ、うん、じゃあじゃあ陽介あそうやね、やっぱもう俺はもうほぼ J リーグでやってて、うん、今同じポジションとしてやっぱヤットさんと健吾さん、あの2人はやっぱり、うん、J リーグの中ではあのポジションではもうズバ抜けてるなっていう、いや遠藤はね一緒のチームやけど、うん、ほんまうまいねほんまうまい、もう止めて蹴るっていうその技術が半端ない、止めるのが絶対取られへんとこやん、ヤットさん、だから相手も来れへんっていう、うん、なんか取れそうでなんかテレビとか見てたらなんでいかへんのって思うとこでもやっぱいけないですよね、試合になると、うん、考えてんねやろね、うん、一応その止めるところであったけど、まあもう感覚なんかな、うん、そういうの見えてんのかな後ろとか、いや俺結構聞いたことあるよ、でもなんかああみたいな感じだった、いや見えてるか全然分かんないああああ言って、まあああみたいな感じだった、で止めて蹴るっていうのやっぱ上手いの、やつさんは、いやそこはやっぱりそこはやっぱそこやと思うし、うん、あとはでもラス、うん、やっぱ止めて蹴るやな、うん、基本的に俺ヤットさんでもう一個うまいとこ知ってるよ飲み会とかの場で、うん、自然に消えていくのうまいからね消える動き、これうまいよね、うん、マーさん、うん、ほんまあのねほんまね、うん、一気とか、うん、ま、いややって歌えよみたいな時だったらおらんねん、そうやね、この動きはねほんまね、うん、あの、ま、J リーガーで一番裏抜け出す動きうまいっつったらまあバンドやな、バンド並みにうまいね、うん、あでもバンドはそういう飲み会に消える動きに捕まって飲まされるタイプやからねオフサイドオフサイドになっても飲まされるタイプやいやでもほんまやつさんすごい、だってあのガンバの練習とかでボール回しとかポジションとか多いんやけど、うん、みんなうまいから鬼になってんの大概俺やからね多いな多いでしょ、うん、あれなんでか知ってる、俺がやっぱ動き回してもうみんなの練習台わざとな、わざとね、うん、高めさせてんねやろ、高めさせてるから、だからそういうとこのポテンシャル半端ないよな、うん、お前そうやろほんまそうやろポテンシャルな、いやすごいよ、うん、ありがとうありがとう、うん、でもあん中でやってたら上手くなる、うん、まあそうっすね、うん、絶対ね、だみんなああいう上手いやつは見ててやってたら上手くなるわ、じゃあみちはじゃあみちはじゃあみちはじゃあヒーロー、うん、ヒーロー行こうか、ヒーロー、うん、ヒーロー、うん、ヒーローね、ヒーロー、自分のヒーローは誰ですか、サッカーじゃなくて何でもいいよ、もう正直サッカーじゃなくていい、うん、ヒーローね、やっぱウルトラマン太郎、ウルトラマン太郎、俺ウルトラマン太郎一番好きやった、俺も太郎、ウルトラマン太郎、ウルトラマン父と母の子供やからね、うん、他違うの、他は違うよ、ウルトラマン太郎だけ子供やから、あれはこのこんなやつは、こんなやつセブン、セブンとか知らないですか、バンドさんセブンみたいな髪型してるじゃないですか、ほんまやな、セブンじゃないですか、もうセブンやん、セブンで言っていこうかこれからいやウルトラマン好きなんやろ、ウルトラマン太郎が一番好きやった、俺も太郎、仮面ライダーって RX が一番好きやった、マジで、うん、俺仮面ライダーアマゾンが好きやねんけど、アマゾンも好きやった、でもアマゾンが一番ワイルドでいいかな、でもお前らなんでそのそっちの俺らより上ちょっと上世代のこと知ってんの、俺全然知らんの、ちょうどやってましたよ俺小学校ぐらいの時、あじゃああれやわ、回ってんねやわ、あちょうど俺らの上でやってたことがお前らにこう回ってんねや、だから俺あんま知らんもん、うん、ウルトラマン何やろ、タロウじゃない、セブンセブン、いやいやいや、じゃあセブンのヒーローは、セブンのヒーロー、何やセブンのヒーロー、セブン、セブン、あおーセブン読んで言うてたじゃないですか、回転悪いっすわ、30になったらこれですね、ほんまにもセブンのヒーローはね、まああれやね、やっぱね、キングカズさん、カズさん、ペレこっちそうキングカズやね、やっぱね、カズさんね、まあ、それはもう俺らにとってもね、うん、ヒーローでもありますからね、まあ、最近もうパスポートまた忘れてたからね、まああの辺がヒーローやね天然だから俺聞いたんですけど、カズさんだってあれでしょ、うんうん、練習場に子供連れてきて、うん、子供忘れて帰ったんでしょ、そうほんまそうやで、天才やん、ほんまそうあんまりね、やっぱあんまり そこまでやっぱ言えへんけどさ、やっぱリスペクトしてるから、うん、そういう話は、うんうん、でもね、あのミートスパゲッティ行こうとしてて、おいミートスパゲッティってこれ肉入ってんの言ってたからね、ミートミート言うてるのにミート言うてんのに肉入ってんの言ってたから同義も抜かれたね、めっちゃおもろいですか、キングは一味違いますね、キングは全然違うよ、もうツータッチスリータッチ何回聞くかツータッチなのスリータッチなの何回聞くかぐらい聞いてっからね
やっぱキングやわ。いや言いたないって言ってめっちゃ言ってるじゃないですか。いやいやいや、もうリスペクトしてるから言いたくないよ、ほんまに。でも俺とか、初めてタッグ始めた時のチームが、ユニフォームが緑やったから、背番号自分で決めていって言われた時に迷わず11番選んだもんね。そうやな、カズさんの番号やからっつって。そうやわ。だから俺も11番やもん。あ、それカズさんのあれで11番な。いやまあ一応まあやっぱ好きやからね。で11番ね。お母さん好きやから11つけたことないですけど。あれ、あ、そっか、広島は違うんか。俺もカズさんめっちゃ好きやで、だから初めて J リーガーになって対戦した時、ほんまめっちゃ感動したっていうか。そやろ、ほんまそやで。なんか緊張して喋りかけようと思ったけど喋りかけへんぐらいの、なんかもう感動したわ。でも同じチームになるとさ、やっぱしかも俺ポジション一緒やし、ライバルやん、なんかちょっと微妙やったな。え、こじれたんすか関係。いや、こじれてない、全然こじれてないけど、やっぱ俺はこう、まあすごい好きで、やっぱ俺のヒーローやから好きやけど、同じポジションあるとライバルっていう感じやん。だからなんかこうヒーローなんやけどライバルみたいな感じで、あんまりこう、こうどう、なんやなんやって聞きもいけへんし、まあライバルやぜみたいな。全然気に入ってもいいんちゃいますか。それ言ったらいいでしょ。まあそこはね、やっぱお前らあれやわ、あの中盤とかディフェンスとかの考えやわ。もうフォワードはそんなんじゃあかんかな。エゴイストやからね、フォワードは。フォワードはもう、フォワードはエゴイストですね。未知のヒーローは。俺のヒーローもウルトラマンタロウもそうやし、仮面ライダーアマゾンもそうやけど、やっぱね、俺のヒーローはね、バンドリュウジですよ。ね、まあね。いや俺昔はそんな別にバンドって誰やねんぐらい思ってたし、まあ、言ってたもんね。なんかの雑誌で読んだけど、テントルの簡単ですみたいなの書いてたし、こいつテントルやん思ってたけど、それやったら。でも実際ガンバ入ってさ、まあ同期入団っていうか、同期じゃないけど、あの、まあ一緒にね、一緒の年に入団して、ね、で初めてのキャンプがグアムキャンプで、その時俺ら新人研修遅れて行ったんやけど、でその時たまたま息抜きに焼肉から合流みたいな感じで、みんなで焼肉食う、その時も バンさんと一緒の席になってさ、俺新人やのに、その時のあれがバンさん、ミョンさん、俺みたいなテーブルやって、えらい席入って思ったな思ったら、まあすげえ気さくに喋ってくれたし、やっぱそっからなんか練習とかのタイルとか見ててもね、あんま持ち上げた調子乗るけど、やっぱ誰よりもこう先頭走ってやってるから、それについていこうと思い、1年目ほんまお世話になりましたよね。お前で家もよう泊まりに行ったし、家もよう泊めたったし、俺 寮やってさ、車の免許持ってなかったから、ナイターとかの足になったら帰れへんから、バンさんね泊まって、でまあ次の日の練習の前朝飯作ってくれたりね。わあそうやん、飯作っとんねんこっちは。何作ったと思う。ん、目玉焼き。違う、フルーツ出すだけっていう。リンゴとか丸々、リンゴとかもみかんとか。でまあでもほんまやっぱ可愛がってもらったから、俺の中ではバンさんヒーローっすよ。そうやな、だから俺はね、やっぱカズさん超えぐらいの、それぐらいまでサッカーしてほしいんで、バンさんには。そうやな、何歳までできんのかな。でもほんとね、ほんとね、ほんとね、ほんともうこの30歳のね、まだまだ壁ね、俺の壁じゃないね、世間の壁ね、もう世間の壁を感じたから、もうほんまこれからどれができんか分からへんわ。いやいや、それやって、いやそれやってもらうの困るよ。そうやな、そんな弱気なこと言う、バンさんあんまり見たくないです。弱気じゃないよ。弱すけど俺ヒーロー変えるわ。変えましょう、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 それは変えましょう。いや、お前じゃあお前100歳までいくで、100歳まで頑張れ。よし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 、そうやそうやそうや、じゃあ次。そんな次、そんな次、そんな次は俺が選ぶわ。